議を始めるぞ。列車はいつからこんなにぎやかになったんだろう。えへん、これで全員揃ったな。それでは航路会議を始める。次の目的地を決める会議か。どうやって決めるんだ。投票か、それとも。慌てないでカウボーイ、お客は主に従うものよ。彼らに決めてもらいましょう。それは私が説明するわ。ブートヒルとブラックスワンはそれぞれ事情があってしばらく列車のみんなに同行したいと言ってきたの。みんなも知っての通り、請求列車はこれまで遠くに向かう旅人を拒んだことはない。だからしばらくは一緒に旅をすることになるわ。彼らが目的地に到着するまでね。わあ、一気に列車が賑やかになりそう。でもブラックスワン、列車の中ではメモキーパーの力を使っていたずらしたりしないでね。わかったわ。美月さんが寝ている間にあなたの部屋に現れたりしないって約束する。え、怖いんだけど。ふむふむ、乗客同士の挨拶が済んだところで航路会議を続けるぞ。まず車掌として皆に礼を言わせてくれ。お前らがピノコニーの真実を暴いていなければ、俺はもう二度とミハイルたちのその後を知ることができなかったじゃろうからな。彼らの境遇はいささか残念ではあったが、きっとそれぞれの願いは果たせたはずじゃ。これも全てお前らのおかげじゃ。本当に感謝しておる。次に今回の航路会議のポイントじゃな。列車の次の目的地を決めなければならん。早速じゃが、現時点での選択肢を紹介しよう。一つ目の選択肢は姫子からの提案で、海洋惑星ルサカ。完全に液体で構成された惑星で、多くの水生種族が暮らしておる。それから七死人じゃったミハイルの故郷でもあるぞ。二つ目の選択肢はベルトからの提案で、アゲートの世界メルスタイン。そこは性格の災いの原点の一つと言われており、準備のイドリラが消化した地でもある。現在は不滅の美を誇る美しい惑星となっておるらしい。三つ目の選択肢はエド星じゃ。その惑星は広大なイオンストームエリアの中に隠れておって、反物質レギオンの侵略を受けておる。じゃが最近そのエリアからの救難信号が突然途絶えたため、カンパニーが俺たちに状況確認に向かってほしいと言っておるのじゃ。最後の選択肢はブラックスワン提案のガラス抗体パトレビニツヤじゃな。絶滅対群フーエンによって完全にガラス化された惑星体で、今では弔い霊人の劇団の有名な支部の一つになっておると聞く。わあ、選択肢が多すぎて迷っちゃう。それじゃあまずは各自行きたい目的地を選んで、その後で投票して多数決で決めましょう。救難信号が突然途絶えたのであれば、おそらくは手遅れだろうが、それでもやはり確認はしておいた方がいいだろう。うん、うちも賛成。七死人としてうちらは江戸星の人たちに手を差し伸べるべきだと思う。君たちの判断は間違ってない。俺も江戸星に投票しよう。みんながそう言うなら現地へ行って状況を確認しましょう。私も江戸星に投票するわ。全員一致で江戸星。どうやら結論は出たようじゃな。次の目的地は江戸星じゃ。航路会議はこれにて終了。俺は航路の跳躍パラメーターを調節してくるから、
お前らは先に休んでおれ。跳躍できるようになったら放送で知らせるからな。跳躍が始まるまで何をしようかな。よければ私とおしゃべりしない？こっちよ。今回の旅が無事でありますように。今回の旅が無事でありますように。今回の旅が無事でありますように。あんた、なんでそんなにうちの言ったこと真似するのが好きなの？最近の開拓の旅ってなんか怖いっていうか、命の危険と隣り合わせなこと多かったからさ。もっと楽しくて心温まる可愛らしい冒険になってくれないかなって思って。ほら、あんたもうちと一緒に祈ろ。今回の旅が無事でありますように。今回の旅が無事でありますように。今回の旅が無事でありますように。なぜかわからないが、急に久しぶりにお前に会ったような気がしてきた。もしかしたら久方ぶりの再会の喜びも開拓の一部なのかもしれないな。ああ、わかった。この請求列車ってのはマジで快適だな。だがちょっと意見させてくれ。この列車にはなんで気合が入る飲み物がねえんだ？モルトジュースがねえのは仕方ないとして、せめて他の何かは用意しとくもんだろう。例えばホワイトジェムみたいな安いブランドとか、それなら安く済むぞ。だからって俺みてえな屈強なレンジャーにまで12歳の基準を適用すんのはひでえんじゃねえか？最近じゃ野宿も慣れたもんだってのに、いきなりこんないいとこで寝泊まりするようになるとはな。まったく、マジでいいところだぜ。君はどんどん優秀な開拓者になっていくな。その成長を近くで見られて俺も嬉しい。そう謙遜する必要はない。君の成長は誰もが認めている。俺の故郷には多くの戦士がいたんだが、君のように成長できるものなら少なくとも S 級になれるだろうな。今回は疲れただろう。ゆっくり休むといい。次の旅での活躍も楽しみにしているぞ。そういえば今回のピノコニーでは初めて一緒に開拓できたわね。安心して、私たちが列車で一緒に過ごせる時間はまだまだあるから。こういう機会もきっとこれからたくさんあるわ。今日は早く休みましょう。ここしばらくは本当に大変だったから、今のうちにしっかり休んでおかないと体調を崩しちゃうかもしれないし、今はまだ若いからいいけど、年を重ねると大変なのよ。あら、来たのね。窓の中の星々の間にあなたの影が映ってる。あまりはっきりとは見えないけど、どう？美しい夢の旅には満足できたかしら？喜びの気持ちが伝わってくる。これであなたの記憶も素晴らしいものになるわね。じゃあ、あのささやかな選別の品を返してもらえる？もう待ちきれないの。
いえ、何でもないわ。ただあなたの記憶の中にとても面白いものを見つけたの。詳しく説明する前にあなたに謝らせて。実は私が渡したこの選別は記憶域のコンパスじゃなくて、ただの空っぽの公園水だったの。私たちが初めて無郷ホテルに入った時、あなたの仲間からいくつか装飾品をもらったことを覚えてる？あれにも似たような機能があってね。それのおかげで私はいつでもあなたのことを感じ取ることができて、危険に遭遇した時もすぐに手を貸せたわ。でもそれは本質的な機能ではないの。公園水は凝固した事象を封じ込めるために使われる光の断片なの。この公園水も同じよ。これはあなたの記憶を最も鮮度のいい状態で記録することができる。そして私が楽しむための唯一無二の記憶になるの。この世の万物は精神と知能から生まれたもの。その力こそが記憶。世界に取り残されないようにするには、世界に自分のことを記憶させる必要がある。あるいは自分たちの記憶で世界を再構築しなければならないの。人の一生は長いように見えるけど、力を持った記憶はその中からほんのわずかしか抽出できない。嬉しい記憶、悲しい記憶、楽しい記憶、重苦しい記憶。でもあなたは違うわ。記憶は未来の投影よ。その投影の中に私はあなたの唯一無二の価値を見た。あなたは世界を感服させるような記憶を作り出せる。その記憶は宇宙の未来の方向性を映し出せるの。そしてその記憶はこの窓から見える星々のように輝くことでしょう。その通りよ。でももっと深い理由があるの。それが何かわかるかしら。簡単な話よ。それはファミリーの華やかながらも虚しい夢の中で全てを見届けたのがあなただけだから。焦らないで、答えはちゃんと教えてあげるから。ただ今はまだその時ではないの。ほら、あなたの友人たちを見てみなさい。彼らは次の目的地のことで気持ちが高ぶっていて、現在と未来に対する期待に胸を膨らませているわ。今種明かしをしてしまったらあまりにも興ざめでしょ。タイミングを選びたいのよ。あなたが完全に肩の力を抜いているとき、ぼんやりしている夜、眠りにつく瞬間が一番いいかもしれないわね。うん、夜にしましょう。キャンドルとアロマ、柔らかいベッドも用意して、あなたに心地いい夢の世界を作ってあげる。そしてちょっとした寝る前の物語として答えを聞かせて眠りに誘ってあげるわ。あーあーあー、各乗客は注意せよ。
各乗客は注意せよ。まもなく跳躍が始まる。まもなく跳躍が始まる。おとなしく座っとくように。ついに出発するみたいね。この先でまだたくさんの輝く記憶が私たちを待っている。おしゃべりはこのくらいにしましょうか。ああ、そうそう。あの空っぽの公園水であなたをもてあそんだお詫びとして一つ言葉を送ってあげる。私にとってとても重要な意味を持つ言葉を。生命は一つの迷宮。記憶以外私たちには何もない。しっかりと胸に刻んでおいてね。琥珀歴2158期、紀元元年、宇宙は再び本来の軌道に戻った。陰謀の火種は夢の地ピノコニーでくすぶっていたが、大きく燃え上がる前に栗ほどの金床で火花となり瞬く間に消えた。死すべき者と死者は眠り続け、聖者もぐっすりと眠ることができる。全員が無言の大声を上げ、それぞれ思い思いのことをする。銀河は各起源の始まりにふさわしい活力を放った。代償はただ一組の兄弟のわずかな悲しみだけだった。赤子が生まれ恒星が消える、そして銀気が広がっていく。星球列車の物語はここで一段落したが、また新たに始まるだろう。時は進み続け、開拓の旅も新たなショーの幕を開けようとしている。今宵無数の星が流れる。もし正しい一筋を選べたら、そなたの望みを千の世界へと届けるだろう。リラックスしてきたでしょう。それじゃあ今こそ寝る前の物語を聞かせるときね。先に結論から言いましょう。サンデーさんとの戦いでは、列車の面々、さらにはピノコニーのすべての人が敗れ、誰も生き残ることはできなかった。でも心配しないで。恐ろしい事実だけれど、まだ取り返しのつかないことにはなってない。人々にはまだ一筋の希望がある。私は
そのために来たの。これからあなたのすべての記憶を記録したこの空っぽの公園水を使って、これまでに起きたことを語り直してあげる。物語の終わりが近づいてきたら、賢いあなたならきっと気づくでしょう。身をもって体験したこの物語には致命的なほころびがあることに。一筋の希望はそのほころびの裏に隠されている。それじゃあ準備はいい？覚えてる？まずは時計の針を最初の場所まで戻しましょう。列車は跳躍を行い、あなたを見知らぬ無境に連れて行った。状況は飲み込めないものの、巡回レンジャーヨミがあなたに道を示してくれた。あなたたちはホテルレバリーに着くと、そこでドアボーイのミーシャに出会い、カンパニーの使者であるアベンチュリンと対立することに。幸いまたヨミさんが通りかかったおかげで、そのトラブルは無事に解決した。その後あなたは夢の中でホタルさんを助け、彼女と一緒にピノコニーを散策したわ。でも途中、散歩に扮した花火さんに会い、図らずも幼子の夢に落ちてしまった。私は死の手から二人を救ったけれど、ホタルさんは現実世界に戻れなかった。真実に気づいた彼女はあなたにそれを伝えようとして、そのせいで偶然にも死を引き起こしてしまう。そしてさらに恐ろしいことに、あなたはすぐにまた別の殺人事件に遭遇した。この二つの死をきっかけに、あなたたちは美しい夢に隠された真相を探ることになる。でも二人の情報から手がかりを得ようとしても、結局何もわからなかった。むしろギャラガーさんから時計屋に関する情報を得ることになったわね。同じ頃、アベンチュリンさんも密かに自分の計画を進めていて、彼は計画を推し進めるための材料としてあなたたちを選んだ。そしてヨミさんは激しい戦いの中で刀を抜き、やむを得ず自分が虚無の司令であることを明かしたわ。その一撃はアベンチュリンさんを倒しただけでなく、美しい夢と最初の記憶域を結ぶ通路を切り裂いた。あなたたちはドリームリーフにたどり着き、死が本当は眠りであること、さらには無境、性格、そしてドアボーイのミーシャに関する真実を知ったのよね。あなたたちとサンデーさん、ロビンさんは性格を封じる方法を手分けして探すことにしたけれど、驚いたことにサンデーさんと夢の主は最初から別のことを企んでいて、結局あなたたちは調和セレモニーの舞台で生死をかけた戦いに臨まなければならなくなった。ようやく物語が終わりに近づいてきたわ。
あなたたちは彼に勝ち、開拓が秩序を圧倒した。そしてピノコニーも明るく平和な未来を迎えることができた。夢のように波乱に満ちたピノコニーの旅はこれをもって終わりを告げる。あなたならもう気がついたんじゃないかしら。この物語には基地の情報と明らかに矛盾する致命的なほころびが含まれていることに。ギャラガーさんの正体は虚構史学者だったけど、その件に関しては嘘はついてないわ。それに死と眠りはもともと表裏一体みたいなものでしょ。それはあなたの冒険物語における致命的なほころびじゃないわ。まだ時間はあるからもう一度真剣に考えてみてちょうだい。そうね、二人の女性の死は当初の想定とは異なるわ。でも今となってはその事実は私たちが知っている情報とは矛盾しない。この答えは除外しても良さそうね。それでその致命的なほころびは一体どこに現れたと思う？眠る無双者は誰にも目を向けないから、虚無の力を分かち合える人なんていない。そう言いたいのね。とても鋭い着眼点だけど残念、皮肉なことにヨミさんはますます虚無の運命に適応してきてるわ。なぜなら運命の鎖から世界の人々を解放するという彼女の信念は常人には持てないものだもの。この間違った答えは排除しておきましょう。頭を使ってもう一度よく考えてみて。花火さん、物語の中で誰よりつかみどころのない人物ね。残念だけど彼女が一足先に真実に気づいたのも状況を混乱させるためにわざとあなたたちを襲ったのも事実よ。そうそう、彼女がいなくなる前あなたへの伝言を頼まれたの。現実と想像の境界線は明確にするようにってこれが何かのヒントになるのかって、それはわからないわ。私に言えるのはその致命的なほころびがこの愚者とは関係ないというミーシャ、それとも今は時計屋さんっ
と呼ぶべきかしら。彼は夢の泡の記憶でありながら、開拓の志を抱き、夢の泡を離れ、ピノコニーで大冒険を繰り広げた。残念だけど、ミーシャも結局は、特別な記憶域ミームに過ぎないわ。たとえ開拓の力で、不思議な力を得たんだとしても、彼には、どうしてもできないことが一つある。記憶域で生まれた生命体が、現実に現れることはありえない。じゃあ、どうして彼は、現実世界のホテルレバリーで、あなたと出会ったのかしら。答えは簡単。それは、彼こそが、すべての基地の情報と矛盾する、致命的なほころびだから。そしてそれは、その記憶を信じて疑わないあなたが、今この瞬間も、まだ無境の中にいることを意味しているわ。目を覚ましなさい、寝ぼすけさん。この果てしない夢から抜け出して、現実の世界に戻ってくるの。そうすれば、きっとそこで答えを見つけられるわ。まもなく跳躍が始まる。こっちよ。また一人。よかった、ありがとうブラックスワン。これでやっと安心できるわ。今はまだ状況が飲み込めていないだろうが、できる限り説明しよう。ただ、すべてを説明する前に、一つ理解しておいてもらわなければならないことがある。ここは、無境と現実世界の狭間。エナの夢から目覚めた人々がいる場所だ。サンデーさんの野望は覚えてるかしら？彼は正確、オーク家の10万人余りの意志、そしてピノコニーのすべての人々の願いを利用して、調和の力を奪い、秩序を再び世界に降臨させようとしていた。残念ながら真実はそれだけじゃない。アスデナに入った時から私たちは性格の影響を受けていたんだ。今思えば、あなたと私が、あの見知らぬ無境で出会ったのは、思考が乱れ始める前兆だったのかもしれない。おそらく、秩序の目的は、人々を眠らせることではなく、性格を利用して、アスデナの奥質を物質世界に浸透させ、無境と現実を融合させることだろうな。その中には天外聖火体の記憶もたくさん混じっているはずだ。長い時を経て、夢は現実と区別がつかなくなり、
現実にも幻覚が現れるようになった。誰もが自分の意識ははっきりしていると思っているが、その精神はすでに秩序の殿堂に入っている。それもエナの夢の恐ろしいところね。秩序に支配された楽園では、誰もが自分にとって完璧な夢を手に入れ、幸せに暮らしていくことができる。多分その唯一のほころびを除いて、あなたが夢の中で経験したことは実際に起こったことなんでしょうね。そうでなければ、彼があなたをピノコニーの危機を救い、開拓の次の旅に出発するという理想的な終着点に導くことはできなかったと思うわ。ヨミさんが事前に策を練っていなかったら、私たちは永遠にこの夢の中に沈んでいたかもしれない。幸い秩序の運命は万物を支配しているが、虚無そのものには影響を与えられない。私も夢の主があらゆる代償を支払って私を追放した時、それに気づくことができた。これがあなたが彼女と一緒にいた時に違和感を覚えた理由ね。ただメモキーパーである私もやっぱり秩序の影響からは逃れられなくて幻覚に陥ってしまったの。でもあなたの記憶のおかげで今活路を切り開くチャンスができたわ。普通の人間が運命の偉大な力を手に入れたとしても、神のように完璧な世界を作ることはできない。だからあなたの夢にも欠陥が生じた。要するに世界の異常に気づくことができれば、意識を夢から抜け出させる機会もあるということだ。そしてあなたの無境の欠陥は、現実世界には現れないはずのミーシャよ。あの子に関する記憶のページをめくったとき、私も自分が幻覚の中にいると確信したの。今サンデーは調和セレモニーを利用してハルモニア聖歌隊の権能を奪い取った。それによってアスデナはエナの夢に落ち、人々は等しくその音符に変えられている。敗北したからといってあなたたちが弱いというわけではない。むしろ強者だからこそ美しい夢に立ち向かい、秩序の束縛を打ち破ることができたんだ。まだ一筋の希望はある。それを実現するためにブラックスワン、頼む。同じような強者のところへ私たちを連れて行ってくれないか。二人ともついてきて。この人たちはエナの夢を受け入れ、幸せな幻想に溺れている人々だ。今のところ彼らが深く眠っている原因を揺さぶる方法はない。あなたのクロックトリックでも効果はないだろう。他の方法で現状を打破するチャンスはある。先に進もう。着いたわよ。まさかロビン。ついに来たのね。ロビンさんは自らの意志でエナの夢から目覚めたんだ。そして強い彼女は諦めることなく歌い続けることで私たちをここまで導いてくれた。私が目覚めた理由はあなたたちと同じよ。夢の中で現実では絶対に起こり得ないことを
経験したの。本当にひな鳥を鳥かごに入れるの？その子には自由に空を飛んでほしいのに。このひな鳥はまだ弱い。僕たちがお世話してあげないと、きっと生きられないと思う。君はひなが死ぬのを見たいのかい？そういうわけじゃないけど、でも。じゃあ、このひなが空に戻れるようになるまで、一緒にお世話してあげよう。鳥は空を飛びたいからこそ翼を持って生まれてくるんだ。たとえいつか地面に落ちることになるとしても、鳥かごに閉じ込めるのは良くない。鳥は生まれた時から空のものだからね。僕たちもヒナを空に戻してあげないと。そう思わない？その幻覚は甘すぎて、ただの夢であるとはっきりと気づかせてくれたわ。これは私たちの最後の希望でもある。エナの夢はハルモニア聖火隊、童顔の化身によって成り立っていて、ピノコニーのすべての生命の願いが一つになった時にだけ現れるの。今それは人々の夢の中で眠りたいという願望によってとても強固になっているわ。破壊するためには、ピノコニーの全員に夢から目覚めたいと思わせる必要がある。問題はどうやるかよね。もう諦めるの？残念だけど、人間の意識は常に現実を求めるものなの。無境のほころびに気づいてしまった以上、もう後戻りはできないわ。人間が抱く美しい幻想への憧れは、ほとんど執着に近く、その真理は無意識のうちに、残酷な真実に抵抗するのよ。私だって、わざわざ彼女が完全に無防備になるよう準備を整えて、彼女自身に真実を明らかにさせることで、ようやく目覚めさせることができたんだから。でも、ピノコニーのすべての人となると、それほどの規模の人たちに同じ意志を持たせるなんて、とんでもなく難しいことでしょうね。ああ、この計画はアイオンを復活させるのと同じくらい難しいかもしれない。だが、それでも黙って見ているわけにはいかない。これは宇宙の存亡に関わる危機なんだぞ。数字なんかにこだわってる場合か？ブラックスワンのおかげだ。大したことはしてないわ。ピノコニーにいるメモキーパーたちに感謝するのね。あなたの三人の仲間もそれぞれの夢から目覚めたはずよ。これは計画の第一歩だ。ガーデン・オブ・リコレクションの助けを借りて、あなたたちのように強い人々が徐々に夢から目覚める。目覚めた自由意志はエナの夢を揺さぶる不協和音になるだろう。だが、これほど大きな無境を前に、数十人では数が少なすぎる。短時間で数十万、数百万単位の自由意志を目覚めさせるために他の方法を考える必要があるな。内部からの突破が難しいなら、外部に助けを求めればいい。奥室に満ちた星系であるアスデナには共感覚無境という不思議な現象がある。それは初めてここを訪れた時、ほとんどの人は
別の誰かの思考の中に現れ、同じ夢を共有するというものだ。そして今この瞬間、アスデナ星系には一つの夢しか存在しない。つまり、大勢の星間旅行者がアスデナ星系に跳躍してくれば、彼らの自由意志がこの夢に混ざり、その基盤を揺るがすことができるということか。でも、呼び寄せた人たちが美しい夢に落ちて、かえって秩序の土台となってしまう可能性もあるわ。本当に難しいのは、あなたたちのような強い意志を持った人たちをどうやって短時間で集めるかということね。どうやら決明玉鳥を使うしかなさそうだな。いや、その必要はねえよ。先週同盟を動かすまでもね、一生に一度しか使えねえ宝物は大事に取っておけ。数千、数万の自由意志？んなもん巡回レンジャーに任せろ。まさか巡回レンジャーを集められるのか？へっ、外の連中は巡回レンジャーは神出鬼没で互いに連絡も取り合ってねえと思ってる。実際はまあその通りだが、だからこそある暗黙のルールがあるんだ。ヨミ、これが何だかわかるか？私が返した遺物だな。ああ、これの持ち主はあんたに教えたはずだ。こいつは巡回レンジャー以外には何の価値もねえ。本来の持ち主んとこに戻って初めて力を発揮するってな。なぜならこれは副葬品で、巡回レンジャーのために輝かしい閃光をあげた英雄しか持つ資格がないからだ。こいつの光が宇宙に現れたなら、それは巨星の墜落を意味する。そして、その方角では、無数の流星が空を切り裂く。それは集結する巡回レンジャーの火花だ。奴らは銀河の各地から駆けつける。理由を問わず、対価も問わず。ただ俺ら共通のラインを守るためだけに。巡視の姿勢は一番長い夜にしか落ちねえ。そんでその後には、黎明が訪れる。俺らは長いこと沈黙してた。宇宙の臆病者、ダニ、圧政者どもに、巡回レンジャーの名を思い出させる時が来たんだ。俺が最初の一撃をぶちかましてやるぜ。無境が揺らいだら、計画の第二段階は、私に任せてちょうだい。調和の歌声で、深い眠りについている人たちを調律して、開拓の不協和音を彼らの心に伝える。そして、現実への方向を示すわ。人間には、強い人と弱い人がいるけれど、開拓が英雄の使命であるなら、調和の責任は、強きをもって弱きを助けること。ピノコニーの救世主は、ピノコニーの人々自身でなければならないの。それぞれの幸せも、道も、彼ら自身の手で切り開くべきよ。私は、七死人ではないけれど、必要とするすべての人に、空へ飛び立つ勇気を伝えたい。もちろん、その中には兄様も含まれてるわ。エナの夢は、兄様にとっても、すべての人にとっても、あまりにも残酷だもの。綿密な計画のように聞こえるけど、少し理想を語っているだけのような感じもするわね。人間の弱さは一朝一夕で克服できるものじゃないわ。そうした努力だけで本当に全ての人の気持ちを変えることができるのかしら。そうだな。だから計画で一番大事なのは、全ての人の気持ちを変えることではなく、全ての人に自己救済を選ばせることだ。つまり最後はやっぱりあなたの出番ってわけね。
ハルモニア聖火隊の力は司令と変わらないから、結局は対等な力で立ち向かう必要がある。美しい夢を覆す最後の段階は私がやろう。そう言ってもらえると本当に心強いわ。役割分担が決まったんならそれぞれの戦場に向かおうぜ。さあ大仕事の始まりだ。少し二人で話せるか。もう一つ説明しておかなければならないことがあるんだ。この盛大な宴はもうすぐ終わる。ここは最後の舞台への出発点であり、かつてはピノコニーの全ての物語の出発点でもあった。あなたのことは信じているが、出発する前にもう一つ話しておきたいことがある。あなたは知っておくべきだ。果てしない夢の中で私があなたたちと状況を打破する鍵を見つけられたのは、すべてある人物の献身と努力のおかげだということ。その人物こそ蛍だ。夢から目覚めた彼女は星の海で列車を見つけ、秩序の残党に関する情報を教えてくれた。それには脚本の助けもあったのかもしれないが、その代償はあなたも知っての通り、密航者である蛍は私たちとは異なる方法で無境に入った。ホテルのドリームマシーンやファミリーの助けもない。彼女が夢から目覚める唯一の方法は本当の死だけだったんだ。どうか彼女の意志を無駄にしないでほしい。これは私たちが全てに勝たなければならないということではなく、私たちの決意があの勇敢な少女に恥じないものでなければならないということだ。それで準備はできたか？